まずベースを作るのには自分が歌って自分で感じてで自分ができたものが全てじゃないですか、はい、結局ミックスボイスって、そういう風に、自分のバランスのいい発声を探していく、そうですね、道のりみたいな、マジそうですね、まあ、そういったところがあるので、この番組はコラボスポンサーのセクションだ。おっしゃ、行くぜ！しゃあ行くぜ！しゃあ！いいっすか？いっちゃいます。オッケー！はい、どうも、皆さん、こんにちは。アイスクリーム講師のデスの兄さん、まあ、ほんと、今日は素敵なゲストの方々いらっしゃいます。こちら、ボイストレーナー山森隼人さん、デュルジュエルの、隼人さんでございます。そして、九州大学李先生、そして、ジュルカの李長ということで、この4人で、本日お送りしていこうと思います。テーマはと言いますと、ここ4人が、ミックスボイスを習得した、まあ、ストーリーというか、奇跡、そしてその秘訣についてお話ししていきたいと思います。というところでですね、元気にお送りしていきたいと思うんですけども、はい、まあちょっとじゃあ、今お話しした通りなんですが、ここ4人、一応今プロでやらせていただいておりまして、まあ発声いろいろこう日々研究しているんですけれども、当然、できなかった時期もすごい長くあったんですよ。で、そこからできるようになった時のこう、まあ感覚だったり、道のりだったりとか、その時に聞いたエクササイズ、練習だったり、その辺、洗いざらいお話ししていきたいと思いますので、ぜひ最後までご覧くださいというところで、このチャンネル、ぜひまだ登録しない方、登録よろしくお願いします。あと、ぜひもうこの時点で高評価もしていただけると嬉しいなぁなんて思ったりしますので、ぜひよろしくお願いしますということで、早速本編いっちゃいましょう。じゃあちょっと僕から行きますね。はい、もう先生。お願いします。はい、ちょっとテレワークしていこうと思うんですけど、ですね、まず、前提として、ミックスボイス、まあ今もね、練習してるんですけれども、一番最初、歌を始めた時に、ミックスボイスなんて、全然できなかったです。まず前提として、全くできなかったです。最高音がね、ギリ、叫んで G4 とかでしたよ。まあ、いわゆる、地声をプルして限界と言われてるあたりですね。だいたい、地声を引っ張って引っ張って限界と言われてる。このあたりが、まず限界でしたと。で、それが腹立つから、とりあえず、もうめちゃくちゃカラオケに行って、僕の場合ね、シャウトもしこたま練習したんですけれども、それと同時にこう、高い声も練習していきたいなと思って、まあ、なんとかなんとか、高い声自体はね、これポイントなんですけど、高い声自体は出せるようになってきました。具体的には、まあ、本当に頑張って D5 とかね、とか C シャープとかね、この辺、ギリギリ歌に使えるみたいな。本当に苦しそうにその辺出ますみたいなね。そんな感じだったんですよね。なんですけれども、それだとね、やっぱ限界が来るんですよ。必ず限界が来ますね。必ず限界が来る。なんでだろう、喉が閉まってるから。苦しいからさ。苦しい声って限界が来るんで、それでずっと限界が来てる状態で、もうずっとそこから何年かは、まあ練習というか、まあ歌を歌ってましたと。なるほど。これがまあ多分、ここ4年ぐらい前なのかな。3年半ぐらい前までは、そんな感じです。でも割と最近なんだ。割と最近だよ。割と最近。それこそ李先生と出会うぐらいまで。うん、そう。だと思う。そうなんですよ。ぐらいだと思うんですけど。それぐらいまではそういう状態でした。結構この喉をギュッと頑張って、絞った状態で高い音を出してました。出せてたけど、正しく出せてたかはちょっと別みたいな。そんな状態でしたと。で、そこからまあ練習をまた、ちょっと本腰入れてやるようになってきまして、で、今っていう状態なんですけれども、かなり精度上がったと個人的には思っています。上げるようになったんですけれども、いろんな練習をしました。しましたが、まあ今日秘訣っていうところで、ワンポイントちょっと上げさせていただこうかなと思うんですけど、僕の場合はですよ。僕の場合は、とにかく声が重かったんですよ。重かったんですね。で、重かった理由としては、いろいろ、それは複合的に絡まってるから、それこそ別の動画で出したかもしれないけど、声帯を閉じなきゃいけないとかね。まあ、正しい呼気圧をかけなきゃいけないとかね。いろいろあったんですけれども、僕が、個人的に声重い人に、おすすめしたいというか僕が聞いたよっていうのは、ファルセットなんですよね。ファルセットをいかに綺麗に出すかっていうところ。これちょっと意外と持ってない人いるかもしれないんですけど、これで結構聞いたんですよ。その感覚とミックスの感覚っていうのがかなりこう密接に僕の中ではリンクしてるんですね。具体的にどういう感じかっていうと、ミックスが上手くなる前の、まあ、ファルセットをやってみるとするとできるかな。はぁ、はぁ、はぁ、こんな感じかな。常にこれみたいな感じ。綺麗だと思いますよ。汚くはないと思う。全然いい音色だと思うんですけど。はい、でも先生。はい。前に飛んでる感じがしました。あ、
そうなんですよ。そうですよね。ちょっとね、強いんだよね。強いので、バランスが悪いんですよ。バランスが悪いの。てか、小回りが効かないっていうのかな。ミックス向きではないというか、応用効かない感じ。これ以外あんまり幅がないみたいな。そんな感じになっちゃってたので、要は喉の機能が、あまりよろしくない。著しく低下しています。そうそう、警告される感じだったんですよ。で、なのでボイトレっていうのはできないことなくしゲームなんですね。僕の中でのイメージとしてはできないことなくしゲームでしかないので、じゃあちょっと、これファルセットをちゃんとやってった方がいい、ちゃんと綺麗に出してった方がいいなっていうところで、例えば弱いですよね。弱いんだけど、こういう路線でファルセット練習してほしい。これちょっと極端ですけど、なんか、なんもない。なんもないファルセット。こういうレベルのファルセット。もうなんか何にもないですよ。とにかく喉が楽っていうか、いう状態を目指して、これを指標にするように、僕ちょっと練習したんですよ。そしたら、この重い部分と、この、すごく軽い、軽すぎる部分とが、簡単に言うとですよ。合わさってバランスが良くなった。ミックスボイスってバランスのいい声みたいな感じなんですよね。何かをなんかこう混ぜてミックスしてっていうよりはバランスがいい状態のことを言うんで、そういう状態で僕はちょっとバランスを整えて今のミックスになったっていう、そんな奇跡ですね、僕の場合は。なるほど。そんな流れ。だから僕はまあさっき見たらファーセット練習したので、まあなんかさっきのね、僕の音のさっきの僕がやった音の感じとか真似とかしてもらいながら練習してもらうと、重い人はもしかしたら結構いい解決策になるかもしれないんで、ぜひ試してみてくださいということです。ありがとうございます。じゃあ次足行きましょうか。橋さん、お願いします。よしよし、いけるっす。やった。じゃあ私、隼人目が、隼人先生、ありがとうございます。うわっうわっうわっ。最初ずっと僕の中で課題になったのが、さっき魔法の話もありましたけど、一つはね、やっぱりこう声帯の重さ。重い、うんうん、僕はその時は重いというよりかは、もうひたすら疲れる。なるほど。でその疲れがね、やっぱりすごく感じるのがあって、G4 とかね、G シャープ、中音域、中高音域、そう、ね、そう、うん、緑。自分はその音声発声できる音域の中で言ったら真ん中かもしれないですけど、はい、地声の高い音みたいな認識だったんですよ。はい、ああ、なるほど。そうそうそう。だから地声の高音域みたいなところで言うと、やっぱり G4 とか G シャープってところは自分の中でずっとなかなか。うん、こうしっくりこなかったですね。でもさっきの僕の話に出ますよね。G4 がマックスみたいな。そういうことです。そういうことです。で、それ以上ね、言ったら、もうコントロールはできないです。うん、音として出てたとして、うん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 。で、はい、最初の壁はね、やっぱり、どのトレーニングをすれば、一番その自分のいいバランスに行き着くのかっていうのが、まあトレーニング方法って無数にあるじゃないですか。あります。はい。で、何が一番いいのかっていうのが、まずね、多分人それぞれやっぱちょっと違うんですよ。全然そうですね。変わってきます。症状によって。で、僕の場合は、はい、例えばね、あとかでやるとね、結構熱く入りやすいんです。なるほど。それこそ、それを、そう、重たくなりやすくて。うん、で、あはね、後回しにして、はい。死因でちょっとね、お、うん、強く出ない方法をちょっと考えました。ですね。そう。死因で最初に僕は結構もうすでに厚みが出て、はい。で、ボインで重くなってることに僕の場合は気づいたので、なるほど、割とあ単体っていうよりかは F を入れてファとかね、おフォとか、あいや、あってならずに、なるほど、ファファファ、確かに軽いですね。ちょっと軽く出る、まあイメージもつきやすい、浅めに聞こえます。そうなんです、うん、なので例えばあああこうやってやっていくと熱くなっていくんですけど、例えばファでファ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 、この音色を使ってファ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 、このファ、この軽さを使ってファ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 、はいはいはい、だからこれで例えば G4 ぐらい、ファ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 、ここで裏っ返っちゃうとね、ファ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 抜けちゃうんですけど、自分の中でちょっとずつ、例えば D4 ぐらいか、ファ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 っていうのを、まあ、探していく。あ、いいっすね。練習ですね。うん、まあ、このまんま伸びてどこまで行くかっていうところで、まあ、ハイCぐらいまでを、一つの
目標に皆さんやられるといいかなと、うん、なるほど思います。じゃあもともとちょっと分厚い、だから疲れんなみたいな。そうなんです、分厚いなみたいな人は疲れとね、ものすごい背中合わせなんですよ。疲れがもう、極限まで行ったら裏返る。あ、裏返るしかないから、裏返るって選択肢になる。だなんとなくこう、音程上がってても、このパパパパパパパ、これぐらいの高さだったらいけるかなっていう。はい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 。バランスをまあ見つけていきましょう。で、今のが A4 ですけど。なるほど、はい、っていう感じで僕の場合は、克服していく。なるほど、はい。人によってその死因の相性あるでしょうけれども。あると思いますね。あると思うけれども、うん、いろいろ死因変えながら、さっきのその音階とかあると思うんですけど、ご自身が軽く出しやすいシーンみたいなのがありそうってことですよね。そうですね。ありそうなんで、うん、ちょっとそれを、まあこれは50もあるんでね、一個一個やってるわけにいかないんで、ちょっと探してもらって、そうですね。さっきのちょっと、ラフな感じで。見つけていくと多分あると思います。やってもらうと、はい、熱くて困ってる人、あるいはなんか薄すぎて困ってる人は、熱く入る。シーンを探してもいいのかもしれないので、そう、逆パターンもあると思います。素晴らしい。どうしてもファで抜けすぎちゃう人は、ファはおすすめしない。素晴らしいですね。感触と音で判断しきれないので、うん、ボイストレーナーにお願いする。はい。はい、全員ボイストレーナー受けてます。全員受けてます。すいません。独学ではないです。すいません。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ私めがね、言わせていただきましょうかね。聞きたい、まずね、はい、ミックスボイスやる、はい、まあ、一番最初はもちろん声も出なかったし、なるほど、ミックスボイスっていうのがまず何なのかっていうのが分からなかったんですよ。一緒です。はい、はい、で出る気もしないし、なるほど、自分の好きなアーティストさんのね、歌おうとしても、ああみたいな、いや感じになっちゃってたりとか、今では考えられないね。今ではまあたまになりますけども、その時ね、なっちゃうんだけど、出る気がしなかったんですけども、それをどう克服したか、それはですね、とにかくカラオケとか、まあスタジオでも何でもいいです、もう歌い続けて喉一回ぶっ壊した方がいいです。終わりです。いやいや、ちょっと待った。それは冗談なんですけども、はいはいはい、いやでも喉を痛めるっていうことは、うん、もうこれ以上やったらやばいっていうこと分かるじゃないですか。はい、肝臓に一回行って、ここじゃないんだってことを一回自分の確かめに行くのか。そうなんですよ。なるほど。自分の限界値まで行かないと、うん、自分がどれだけやったら喉を痛める、まあまあ、声がガサガサになる、うん、まあ本当はないのが一番ですよ。まあね、だけど始めたとって、うんうん、自分が、そう、加減が分からないから、うんうん、もうさっきの話じゃないですけど、うん、ジャイアンになってたりとか、うんうん、あれも加減が分からないから、なるほど。そう、自分が一番強いと思ってるから、確かに。ああいう歌い方。常識がないからね。そう。自分の中でね。そう、その常識を、まずベースを作るのには、自分が歌って自分で感じて、で、自分ができたものが全てじゃないですか。ボーカリストって。一旦ね。そう。うん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 。そんなね、建築さんこと言わないでって思ってると思うんですけども、うんうん、それはですね、俺の改善方法。お、カラオケで好きなアーティストの曲を、はい、キーを、うん、半音1音半少しずつ上げてって、うん、もう別に喉ぶっ壊す必要ないです、うんうん、ないんだけど、うん、自分がここが出ないっていうところを絶対に分かってた方が良くて、はあ、はあ、そう、ここからここ例えば B が出ないってなったら、うん、C が出るわけないじゃないですか、うん、そうだね、本当にそうだね。だから自分の限界値をまずそこで知ってください。うん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 。でそしたら、うん、皆さんのミックスボイスの方法を試した方がいい。ああ投げた。いや、自分は、ね、まず自分で感じてくださいっていうことが。なるほど。はい、あ、いいね。アーティストっぽい。ま、いや、そうなんですよ。あ、でも、ボイトレはね、受けてたから、ね。あ、そうですね。そうですね。そうですね。確かに。受けたんですけども、でも、結局練習するのは自分なんで。まあ、そうだね。はい、本当そうだね。だからこそ、自分で痛みを知ってください。はいはいはい。自分で痛みを知った後に、いい歌が歌えるっていう。なるほど。そんな話でした。いいですね。アーティストっぽいです。ありがとうございます。ありがとうございます。リッチョっぽい。個性が。じゃあ B 先生お願いします。はい、やっちゃってください。親玉。いや、大将バス大将やっちゃってくださいよ。この日が来ました。そんな早いんですけど。いや、まあでも結構面白いなと思ってて、みんなそれぞれなんかね、うん、それぞれのエピソードがあって、はいはいはい、で僕には僕のエピソードが実はやっぱりあって、はいはい、で、まあ、僕もね、さっきの動画で、はい、話したかもしれないですけど、まあ、全然ミックスとかじゃない喉を締めただけの声だったんですけど、はいはい、まあ、そこからいろいろ練習していって、うん、で、僕の場合はね、ある時、お、はい、ある瞬間、あ、はい、うわっ
って、うわっ何これっていうのがありました。わーおわーおいや結構ね、 なんかそれはまあ僕ねよく自分の教えてる生徒さんとかにも言うんですけれど、はい、ミックスボイスってあのスーパーサイヤ人になる感覚に近いと思うんですよ。なるほど。で、スーパーサイヤ人って、なんか、ってやってるだけだったら、髪がこう、あるだけで、なんか、うまく安定してないじゃないですか。案外、静かな気持ちで、スンってしてるときに、はいはいはい。やってません？間違いないですね。案外、静かな怒りで、間違いない。なんかもう、たきってたきったときって、海洋圏になっちゃった。間違いない。だから結構、あの感覚が、僕は大事だと思って。わかります、わかります。でも、ある瞬間じゃないですか。うん、やっぱりスーパーサイヤ人になるかならないかだから。はい、ある瞬間からなって安定するんですよ。うんうん、だから、最初のそのトレーニングの時って、一生懸命、なんか金髪になったり、黒髪になったり。ああ、そう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 です、ね。あれを減ることなんですよ。なるほど、なるほど。まずそこ大事だと思います。そうなんです。減らないといけないんですよ。はい、金髪黒髪のその点滅を。はい、で、ある時に、スンとします。スンと。でも、リー先生、いいっすか？はいはい、どうぞ。それ、痛みを知るってことじゃないですか。ちょっと違います。痛みを知らないと、まずスーパーサイヤ人になるんですよ。リーだと。一回、ちょっとドラゴンボール離れます。そうですね。そこから言っておきましょう。そうなんです。いいっすね。だからまあ、結局、ミックスボイスって、そういうふうに、自分の、バランスのいい発声を探していく、そうですね。道のりみたいな。マジそうですね。まあそういったところがあるので、あとはそれをどう安定させていくかっていうところ。まあ、なので、まあ出すためのタスクだったり、安定するためのタスクだったり、まあいろいろいいやり方がありますので、まあなので、まあ本当に、まあ僕がですね、一番いいと思っているやり方で言うと、まあ半音ずつ作っていくっていうですね。はいはいはい。上積みに上積みを、要するに安定した土台を作った、その上に安定した土台をさらに作っていくような、はいはい。この緻密な繰り返しですか。なるほど。だから、あんまり大きな飛躍を目指さないというか。はい、違う。それが結果一番早いんですよ。それもそうです。マジで一番早い。一歩ずつです。そうね。一歩ずつ一歩ずつ。なので、まあ最後に。正しかったですね。だから、慌てないで落ち着いていこうってことです。そうです。あ、いいですね。落ち着いていこうってこと。だからまあ、出せるところがみんな必ずあると思うんで、そこから焦らないといけないんですよ。つまりまあ、例えば、こうまあ、Cの4だったりしたときに、ここを例えば、あで出せたとするじゃないですか。あーは出せたとしたときに、じゃあどうするかっていうと、一気にオクターブ上げるとかじゃなくて、慌てずに、この、黒い鍵盤の叩いていこうよってことです。なるほど。半音を叩こうってことです。叩こうゲーム。半音をね。なるほど。なるほど。そうやって少しずつレベルアップしていく。で、そのやり方なんだけれど、あーの後、その、区切って、あーって、まあやれていいんだけれど、まあ難しいことにチャレンジするときって、それだと結構辛いので、そうですよね。できてるところから、この、そう、滑らかに、滑らかにグラデーションしていくことが大事ですね。つまり、ね、つまり、もうほとんどですね、まあこれね、僕よく言うんですけど、声帯の現象としては変わらないんですよ。半音ごときでは。変わらないですね。大きく変わってしまっていることが失敗の大きな原因だし、半音単位で変わらないようにする。間違いないです。そういうことです。間違いないです。そうしたときに、最終的に、スンとなれるんですよ。あー、なるほど。なるほど。まとまりました。はい、まとまりました。そんな感じで。ありがとうございます。いや、素晴らしいです。ぜひ、音とかよく聞いて、皆さん、繰り返し練習なさってみてください。ということで、この4人のミックスボイス体験、そしてその秘訣でございました。今回の動画良かったら、ぜひ、高評価と、あとチャンネル登録をお済みでない方は、ぜひよろしくお願いします。ということで、ありがとうございました。ありがとうございました。医学的に証明された。